杉の大杉前景系大杉の大杉は、高知県長岡郡大豊町杉の八坂神社境内に生育している杉の巨木である。推定の樹齢は3000年以上と言われ、1924年には国の天然記念物、1952年には国の特別天然記念物に指定された。根元で北大杉と南大杉の2本の株に分かれており、 神社に見られる木としては、日本最大のものとされ、古来から信仰の対象となっていた。大宝町出身の軍人、山下智之は、この木にちなんで、巨彩という画号を使用していた。著名人の参拝記録が多く、幕末には、山内陽道や坂本龍馬、第二次世界大戦後には、三空ひばりなどがこの木を訪れている。特に、 ヒバリとこの杉にまつわる逸話は名高く、その縁によって、イエヒとカヒが彼女の没後に混流された。ミソラヒバリのカヒこの木は、スサノオソンが植えたという言い伝えがあり、推定樹齢の根拠とされる。古文書には、10世紀初めの縁起12年に、京都から来た、杉本太郎義家という武士が、木の根元に、義オンゴ天皇、貴船大名人。 行器菩薩の三尊像を祀ったとの伝承が記されている。木は根元で2本に分かれ、それぞれ北大杉、南大杉と呼ばれる。2本のうちでは南大杉の方がやや大きく、根回りが約20メートル、樹高が約60メートルあり、日本最大の杉とされる。北大杉は根回りが約16.5メートル、樹高が 約57メートルあり、岐阜県郡上市に生育する、国の特別天然記念物、糸白の大杉に匹敵する巨木である。この杉は、神代杉、天皇杉、夫婦杉などと、異名を多く持つ。樹体、安山や、御神のご利益があるとしてこの杉の樹皮を密かに剥ぎ取る、ものが多かったために、樹皮が薄くなったところが盛り上がって、不整形の形状を成している。 所在地の大技である杉、旧自治体の大杉村、そして土産線、大杉駅の名前はすべてこの杉に由来する。高知県出身で、詩人、随筆家として名を残す大町慶月は、千早ブぶる人代の昔忍ばれる雲に仰ぐ日本の杉とこの杉の様を称えた。旧大杉村出身の軍人で、マレーの虎と呼ばれた山下智之は、 この杉にちなんで、巨山の画号を使用した。第二次世界大戦後、八坂神社の宮寺は境内に、山下を祀る、巨山神社を建立した。一時この神社は荒廃していたが、その後、巨山の森と名称を改めている。1947年4月、当時9歳の美空ひばりは公園旅行中に、交通事故に遭い、大宝町で療養していた。 一ヶ月後、高知の病院に定員することになったひばりは、八坂神社に参拝して、杉の大杉に、日本一の歌手にしてくださいと願いをかけた。ひばりは14歳の時に当時世話になった人々へのお礼を兼ねて、大宝町を再訪し、この杉に参拝している。その縁によって、大宝町は、ひばり没後の1993年に、 大杉の縁を整備して、家飛と歌飛を混流した。家飛には、大砲調査法事の14歳だった、ひばりの姿が刻まれ、そばに立つと、オートサウンドシステムによって、悲しき口笛など3曲が流れる。歌飛には作詞者の秋元康と作曲者の三宅明の、直筆による、川の流れのようにの歌詞と楽譜が記されている。 次の大杉は1954年9月26日の台風9号、1970年8月21日の台風10号によって大枝が折れるなどの被害を受けた。とりわけ1954年に大枝が折損した時は枝一本でトラック七台分になるほどであった。近年の観光客増加によって根元付近の踏みつけによる樹勢の衰えが懸念されるため、 高知県や文化庁の援助のもとに、大法庁が保護対策を行い、施設整備協力費としてこの杉やひばりの花費を観覧する観光客から大人一人につき200円を徴収している。杉の大杉は1924年12月9日に国の天然記念物に指定され、第二次世界大戦後の1952年3月29日には、 特別天然記念物に改めて指定された。1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名0百選にも選定されている。AB 杉の大杉文化庁ウェブサイト2012年2月19日閲覧。ABCDEFGHIJK 新日本名0百選184から185ページ。 abcd 杉の大杉史跡文化財大宝町2012年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年2月19日閲覧 abcdfgh オート総務課杉の大杉周辺大宝町2017年4月4日閲覧 ab 高知県教育委員会文化財課杉の大杉 高知の文化財。高知県。2017年4月4日閲覧。AB、居住の民族学198から199ページ。ABCD、杉の大杉。居住名木探訪。中川木材産業株式会社。2017年4月4日閲覧。ABCDEF、居住、巨木354ページ。ABC、中国。 四国居住、名木巡りり220から221ページ、杉通111から112ページ。原強義、研究ノート軍人が祀られている神社、明治聖徳記念学会企業復刊第43号、明治聖徳記念学会、2006年34、343から349ページ、2012年3月17日、閲覧。当時は、 ミソラカズエという芸名を名乗っていた。日本の特別天然記念物、動物と植物、杉の大杉社団法人農林水産、食品産業技術振興協会ウェブサイト、2012年2月19日、閲覧。新日本名0百選2012年2月19日、閲覧。新日本名0百選、目次2012年2月19日、閲覧。 ありがとうございます。